皆さんおはようございます。今日は12月23日水曜日、です、今日のですね、気温、最低気温がマイナス10度、最高気温がマイナス2度という、予報になっております。まさに真冬日といったことになってましてですね、ちょうど天気が晴れてましてですね、特に放射冷却現象ということで地表の熱が奪われるというか、マイナス10度まで下がったのかなと思います。この時期なかなか釣りをする人は少ないと思いますけれども、やはり朝冷えただけあってですね、川の両サイドはまだ凍ってます。果たしてこんな状況で釣れるか釣れないか、皆さんチャンネル登録していただいて、皆さん日頃どうもありがとうございます。皆さんのためにですね、今日もチャレンジしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。それではスタートフィッシングです。よし、いや、これはひどいわ。いや、釣れるんでしょうかね、これね。いやまだ11時、今ちょうど11時ぐらいですから、まだちょっと時間が早い感じですかね。厳しいなこれ、毎回。今日は皆さん、今日は何をされてますかね。一生懸命年賀状を印刷してる人もいるでしょうし、年に一度なもんですからね、年賀状ソフトどうやって使おうかななんてね、また見直してる人もいるかもしれません。今日あたり休みの人は大掃除をしている方もいらっしゃるかと思います。頑張って皆さん良い年を迎えましょう。ここも釣れるかなこれ。投げれればいいんですかね、これ。本当投げれないですこれ。でかい氷流れてきた。でかい氷流れてきた。勘弁してくれよ。でかい氷。でかいな、この氷。さあ。ちょっと話がありますけど、サンキューおじさんがですね、私のリクエストに応えて、AKB の新しい曲をですね、エレキギターで弾いてですね、YouTube にアップするって、この間、メールが入ってきました。皆さん、楽しみにしてくださいね。真面目な曲もいいんですけどもね、AKB ですとか、E-Girls、桃色クローバー Z あたりの曲をですね、エレキでですね、弾くっていうのは、なんかすごい、夢があって楽しいじゃないですか。今一生懸命練習中かもしれませんので、皆さんもうちょっと待ってくださいね。素晴らしい演奏が YouTube で流れると思いますので、よろしくお願いします。バリバリってます。フローティングライン自体も凍ってますからこれ。いや、恐ろしい釣りだ。釣れないし、いよいよ釣れない季節が来ましたかね。よし、この辺からも釣れなきゃ。いやー、魚今まだ動いてないんじゃないですかね、これね。まだ活動してないって感じですね。やばい、釣れない。釣れない。よし、当たりきましたね。当たりが来ました。時間的にな、ちょっとな、まだ
まだちょっと早むな。浮きに、今浮きにアタックしてきましたよ、これ。大丈夫なの？お、来た。よし、来ました。12月23日。皆さん、ありがとうございます。あ、来ました、来ました。うわ、よし。はい。はい、ありがとう。皆さん、これこれここ。12月23日。クリスマスイブの前日のトラウトですよ。これ。いや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 。ありがとうね。いやー、貴重な一匹ですよ、これ。貴重な一匹。ねえ。サンキョーさん見てる？これ。いや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 、釣れましたね。ちょっと針を取っかえてみようかな、これな。いや、釣れてくれましたね、本当にありがたいですね。こんな寒い中マイナス10度でもニジマスアタックしてくれる。口も回りません、寒くて、ね、気温は寒いし懐も寒いし、でも私の心は熱い。だけど本当にあの一生懸命私の動画を見ていただける、チャンネル登録していただける皆さんは本当感謝ですね。なんかこうこうやって一人で釣りをしててもですね、ネットを通じてですね、私の釣りをこう見ててくれる人がいるんだなと思うだけでですね、なんか頑張る気持ちになっちゃいますね。本当ありがたいことです。本当もう少し待って釣りをした方がいいのかもしれないですね。いっそ、いっと2匹目、2匹目釣れましたよ。おー、ありがとうありがとう。いやちょっと水温を測ってみましょうかね、せっかくなんで、うん、ありがとうね。いやいや、寒くないかお魚さんね。お魚さんも寒くないのかな。ちょっとね水温を測ってみます。さあ、まだ1度ですね。いやー、すごい、来た、来た、来ましたよ。3匹目、よし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 、はい、いやいや、ありがとう。ちょっと待ってよ。はい、ありがとう。ちょっとストマック見てみましょうか。小さな虫を、ほんと小さなものを捕食してますね。これはなんだ、なんでしょうかね、これね。あー、ほんとに小さな、そうですね、小さな虫、ほんとに小さいもんですね。です。よし、いやいやいや、ありがとう。こねえ、本当はもう、あ、ヒット、ワカサギ釣りの季節ですよ、もう本当ね。いやいや、活性上がってきましたよ。また爆笑モードですよ、これ。いや、うん、よし、来た、よし、来
ことです。よし、いいありがとう。落ちてきた。よし、来ましたよ。いい、いい、来ました。そうですね、ブラックでも。下くってきますね。いやいやいや、下くってきます。すごいな。今日も最高です。よし、さあ来た。入れ食い。いや、相変わらずすごいな。皆さん、この状況、いやね、ありがとうございます。これね、僕みたいな下手くそなフライマンでもね、これだけ釣れるってことはですね、皆さんだったらね、多分ものすごいことになってると思うんですよ。今日の釣りも終わりました。今日はですね、最低気温がマイナス10度で、最高気温もマイナス2度ということで、真冬日ということで、今日はですね、何が辛かったかというとですね、ガイドが凍って、リールも凍ってですね、釣り自体、魚はですね、相変わらず釣れるんですけどもね、タックルがですね、冬に対応できないっていうところですね。ですからやっぱり日中はプラスになる気温にならないとですね、なかなかガイドに氷がついたり、今日はですね、もう竿自体がもう凍っちゃって重たくなるっていうぐらいの状況になりましたけども、結構タックルがやっぱ冬に対応しきれないっていう部分なのかなっていう気がしました。魚は相変わらずですね、この時期でも果敢にアタックしてくれましたし、この浮きにですね、食いついてくるようなやつもいてですね、なかなか活性は高いのかなっていう感じがします。おそらく本当に1月になってもですね、真冬日でもですね、釣れることは釣れると思いますけれども、ちょっとフライ自体がこう、もう凍りついちゃって、ラインも凍りつく、竿も氷がくっついて、ガイドも凍って、なかなか非常に今日一番釣りづらい状況だったかなと思いますけれども、魚は相変わらず釣れました。これからもですね、やめないで頑張っていきたいと思いますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。さあ帰ろ。いや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 、一体いつまで釣れ続くのかな。